聖ニコライ聖堂聖ニコライ聖堂は、ブラショフにある、ルーマニア聖教会の聖堂。主計の歴史的地区にそびえ立っている。聖堂は1292年に建立された。1399年に出された教皇ボニファティウス9世の教皇直書に言及されている。1495年には、ワラキアのボイボダであったブラド・カルガルルの支援のもと、 現地の石材を使った再建が始まった。1522年には、さらなる支援が、ネアゴエ・バサラブから行われた。当初は、ゴシック建築様式で建てられていたが、後に、バロック建築様式に変えられた。聖堂内には、フレスコ画があるが、これは有名な壁画家であったミシュポプによるものである。聖ニコライ聖堂の隣にはルーマニアで、最初の学校と、 高材の像がある。近くには、墓地があり、ヨアン・メッセータ、アウレル・パパビチー、バシラ・サファトゥー、ニコライ・ティ・チュラスキューが葬られている。ありがとうございます。